Thank you.
が100点を期待。その翌週は芸人の妻が選んだ好きな映画グランプリ。そしてテレ朝夏祭りが絶賛開催中。子供から大人まで楽しめるスポットが盛りだくさん。7回大胆バラエティーショーなどでは FTA コラボメニューが登場。新曲のダウンロードして FTA15 周年を一緒に盛り上げよう。本番後はさらにテラサでは過去のラインナップやオリジナル作品を配信中。本日のアンタウォッチマンは、豪華ゲストたちが一番心に刺さった名言ベストセレクション。毎回名言企画の収録の最後に最もハッとした名言を選んでもらっていたのですが、今夜はこれまでの名言の中からアンタッチャブル、サンドウィッチマン、そしてゲストが俺はハッとしたという珠玉の名言10個をご覧ください。さらに未公開のトークもたっぷり放送します。分かる。で、奥さんがどこも行かないって言ったらどこも行かないって言ったらずっと暇なの。何どうしてか。最終決断が同点だったらやっぱ俺神さんの言うこと聞くかもしれない。あー、お笑い芸人になりたい、パパみたいに。うわ、パパみたいにってつけられたらちょっとグッときますね。娘がもうこの間結婚したの。そうなんですかね。テレビで初めて長女の結婚について語ったサマーズ三村。そんな三村の一番ハッとした名言がこちら。アメリカの大学の名誉学長セオドア・ヒスバーグの名言。父親が子供たちのためにできることで一番重要なことは子供たちの母親を愛する。いや、素晴らしい言い方、いい言葉だな。これはすごいな。でも僕もやっぱあれかな、やっぱ三村さんと一緒ですね、うん、母親を愛する。ああ、一番重要なんですね、それは。ね、この言い回しが好き。確かにね、はい、子供たちの母親っていう言い方、言い方、妻をじゃない。そうそうそう、奥さんをじゃなく、妻って言っちゃうと普通になっちゃう、ワイフじゃない、うん、深い。いや、これ深いね。そんな三村ですが、愛する奥様に家で怒られてしまうことを教えてくれました。料理中に台所に入られるのがすごい嫌なのね。あ、そうなんだ。でも料理中に何分後にできるかなって俺気になって見に行っちゃう。かわいい、かわいいですね。いや、もうほら、お風呂入ってすぐ食いたいから、はい、お風呂入ってきなって言うから入ってきたのに、はい、俺早風呂だからすぐ出ちゃう。
手や指導者を育てた野村克也も名言、叱ると褒めるは同義語だ、情熱や愛情がないと叱ってもただ怒られているという捉え方をされる。だからもうシステマチックになってませんか、なんかこれやったら褒めるみたいな、愛情とか情熱はそこにあるんで、あっちにシステムを、まあまあこれすごいでしょ、情熱愛情ありますか、そこに大きいっすね考え事してる時もあるよ俺のそれ、ね、それもあるでしょ、その時にパパすごいでしょって言われたらどうするんですか。ああいいねちゃんと褒めてくださいよ、情熱持ってね。続いて伊達のハッとした名言がこちら、その的確だった指摘とは、文字落語家の
してください。理屈はない。そういう人いっぱいいますよね。理屈じゃないんだけど嫌な予感がする。はい、それを理屈だと思うんですけど、それ以外全くない。いやいや、すごい揺れでもね、そのなんか本当一休さんじゃないけど、ボスコント準備してください。西谷監督、高校野球の名門大阪桐蔭野球部の監督。
谷浩一の名言。本気のミルクは概して素直で、なおかつ頑固さも備えている。確かにその通りだなと思って、そういったと思いますよね。それはどんな世界でも、ね、人類に限らず、ね、大事な考えも必要だと。ママでもある MC たちも頑固な子供たちに悩まされている。頑張った日。
スカイキャッスル8日木曜夜9時。ゆいちゃん前の子がアップしてんじゃん。うまそう。一口目は絶対